ね、お母さんが東京に遊びに来てくれたっていうことで、ちょっとチャンネルにお邪魔させていただいている状態っていうか、ようこそ大きなハートみんなに。なんか今日は骨生きについてちょっと聞こうかなと思って、聞いたことあるけど言葉は、うん、ただその症状がどういうものだったりとか、どういうことでなんか苦労したりするかちょっと分かんないから、今なんかね、ママは骨生きの真っ只中って自分で言ってるから , 笑ってもいいんだけどね。でもこれはね、みんなに言いたい、世界中女性に、これもあんたも聞いてほしいんですよ。骨生きってね、誰でもなる。女性の骨生きってね、激しいですよ。でも人にもよるね、ほとんど大体激しいけど、でも少ない人は全然知らないうちに更年期終わってしまう時もある。なんか生理みたいだね、生理痛で痛い人と生理が来ても痛くない人いるでしょ。でも更年期は大体何歳ぐらいになるの？ほとんどは48歳、47歳、40歳後半になりだす。何歳でなるかって分からないね、激しいか、まあ、みんなそれぞれ違う、みんなそれぞれ。でも大体はほとんどのその女性はね、暑くなる、気分的にね、ものすごい激しい、落ち込みがすごい。一番それ、ホルモンが、ホルモンのセロトニンが少なくなっていって、男のホルモン大きくなっていく。男性ホルモンが増えてる、増えるって言われるでしょ。おじいちゃんのおばあちゃん同じ顔になってしまうでしょ。だからヒゲとか入ってくるし、あのいろいろ入ってくるよ。確かにいろいろ入ってくるの。そうそうそう。それはそう、本当に笑ってるけど。あのでも私も前一個ヒゲ見つけたこと。嘘でしょ今の。あれなんか入ってきた。今のも嘘でしょ。私もう更年期近づいてるってことなのじゃないよね、ママ。更年期言ってるけどね、たまに更年期の38歳でもあるよ、28歳でもある。なんでそんなに早くなるの？なんで早くなるのが、恋してない。恋してない、恋してない。それは何の関係があるの？当たり前のこと、当たり前のこと。これは一番つながり大事なポイント。あー、パートナーがいるかどうかってこと？もちろんよ、パートナーがいることが大事。当たり前だ。でもいるだけでダメよ、置いとくだけではダメ。当たり前なことよ男かわいそうよ、置いててね、あんたが私の更年期のために使おうと言ったらかわいそうよ男ってものすごい大事の人よ、私たちにとって。男性は私たちもっと大事にしてしないといけない。男性を、男性よ。今の男性が大変。なんで大変と言ったらね、女が強くなってきて、男性は自分の必要が感じない。絶対言ったらあかんこと、あなた、私、私たち、あんたはもう考えなさいとかじゃなくて、偉そうにじゃなくて、下からじゃなくて、私たちはどうしましょう、 あなたと私はどうします。絶対私思うのは、自分自身がね、笑って楽しくしないと、これもバランスが悪くなる。バランスが悪くなる。自分の気持ちを盛り上げたりとか、こういう新しい行為したりするのもいいし、もしパートナーがいるんだったらパートナーのために頑張って、お互いに長続きするためにやったりすることで、ホルモンバランスがそんなにすぐに崩れないようになって、更年期もこう遅れさせたりとか、更年期が軽くなったりとか。軽くなる。確かにね、だんだん終わりに近づいてきてる。もちろん体の異変もね、いろんな変わっていくよね。しんどいよ、この延期。もう本当にね、精神病になってね、病院に入院する時あるよ。だから軽くなるためにやっぱりね、恋する。セックス&ザ・シティのサマンサさんはなんか言ってたね、この延期よって言って、私は恋をしなければならないって言って、いつも男性見て、ああ、そうそうそうみたいなこと言って、いつも自分の盛り上げ言ってた。その通りです。でも女性、その言うのが怖い。彼女は本当にいっぱい女性考えてることを言った。ああ、いろんな女性を代弁して、実は女性はみんな中でオスオスみたいな感じで思ってるけど、そうよ、もちろん私はそんなことできない、いや恥ずかしいじゃん言ってるけど、女性はみんなサマンサの言った通りに欲しがってる。ただ言わない。恋が終わったら離れなさい。大嫌いになったら無理やりずっと一緒にいる必要はない。ないないない。でも日本で多いでしょそういうの。結婚してで子供が生まれたから、ね、もう奥さんと寝ないし、もうしないし、もう好きでもないけど、ただ子供がいるからもう喋らなくても、もう家にいるだけでいいっていう。足りてる日本の女性。溝が足りない。ってことは日本の男性がちゃんとケアしてくれてないってことね。でもなんでそのなったの？問題は今これからよ。女性がどこかで見逃してる、その問題になると言うと、女性が自分で壁作って男近づかなくなってきてる。女性
性がオープンしたら男愛してる大好きよって言ってくれるね。女ってね耳で聞くよ、まあ、耳で愛するっていうね、愛する、うん、絶対女にその言ったら女はもうこれは 100% すぐ思い出す若い時愛してる愛してる好き好き瞬間来るのだ。そうもうあんたが多分コメントに激しくなると思うあのごめんねその、まあ、すぐ言うよ。若く言い過ぎだわ。なんでって言うと超真面目の人ね、更年期激しい。とんでもなくそう真面目だめよ。じゃあちょっと遊んだ方がいいかな。当たり前のこと遊ぶのダメよ。そのなんか遊んだあちこち遊んだらね、たまにつまむぐらいであんたが遊んで思っててもね、その中ではね大事な人見つかると思わないとダメよ。なるほどね、いろんな人と出会ってあのその中であんたその中で自分に合 う冗談で笑ったことじゃないよ。これは真面目な話よ。じゃあちょっと私も更年期にならないように更年期になるよ。一番私は今更年期の激しいところはすぐ泣く。どんな普通の映画見ててもね泣く。これは激しくなってきたよ。心がなんか優しすぎたかね。私もともと優しいと思うけど、ね、何を自分で言ってんの更年期の病状はどうなるの？みんな女性がほとんど骨の問題出てくる。骨粗鬆症これは難しい。とりあえず骨が危ないってことですね。危ない。だから必ずカルシウム、コラーゲンとにかく若い時からそう気をつけないとダメ。子宮の病気ある。子宮の病気あれだいたい女性は 90% ぐらいになる病気。筋腫これはもう本当に一番女性の問題。産まないとやっぱ子宮の問題ですよ。それ私はあんたにそう質問したい。私はもう来年ぐらいに産もうかなと思ってるけど。あともう一つ私のなんか生理来る前はすっごい大変。生理前が重たいってこと、ね、肩こりが来る。ものすごい肩こり。あとねなんかもう何もしたくない。まあそれも若い時あったけど。だるいなってこと。若い時もそうだったよ、生理来る時ね。でも今のが分かった。これは絶対更年期だ。だいたい更年期ってね、10年間続けるもあるよ、うん、あ、10年間続く更年期もあるの。45から始まって更年期はだんだん進んでいくよ。更年期が良くなるためにはママはみんなに何を言いたいですか。下心持っててください。下心皆さん下心持ちましょう。みんなに本当に心から言いますね。女性たち、あなたたちによるよ。あんたの幸せどうやったつかも。だからね、恋しなさい。ママ、長い長いよ。